元気すぎるさん、こんにちは、ロンちゃんでございます。今日はね、新しいアングルからお届けしております。新しい企画、水やりどんちゃんのコーナーでございます。ね、せっかく水やりするなら、動画撮ろうかなと思って、今回しております。ちょっと春色で明るい色のシャツを買ってみました。いかがでしょうか。今ね、この子たち、みんなね、可愛い子たちが水切れで、へなってなっております。特にラックスちゃんはね、水切れ起こしやすいのよ。で、水切れになるとどんな風になるか見せましょうか。こんな感じになります。やばいです。へたっております。こう水が切れてますね。早く水あげないと枯れちゃうよね。全然大丈夫。これ水あげれば復活するからね。そうだ、こんな感じでね、ラックス、生育旺盛で水もいっぱい吸うから、油断してるとね、水切れ起こしちゃう。だから、水やりをね、今からしていくよっていう動画。いかがでしょうかね。こんな動画もあってはいいんではないでしょうか。ねえ、最近寒いから、ね、水こうあげるタイミングあんまりわからんでね。わからんでっちゅうかわかるんだけど、仕事とかね、どんどんトークとか忙しいから、どんどんトーク毎日ライブ配信してるから、見てくださいね。毎日じゃないけどね。夜勤の時はできないから、極力、やってるから、ぜひ、チェックしてください。っていうところで、早速みんな喉乾いてるから、水やりしていくよ。でね、前も紹介したけど、水やりに使ってるのは、この高木さんの、水がシャーって出るやつ。これいいのよね。ピンポイントでいけるから、こういうノズルね、こんな風にして。シャーっと。で、あんまりね、鼻に水かけない方がいいから、まあ、根元狙ってね、こんな感じで。根元狙いながらやっていく。ねえ、ちょっと花柄も摘まないかんしね。忙しかね。そう、ちょっと休んでたから。忙しかとよ。ねえ、油断したらすぐ花柄いっぱいできちゃうからね。ビオラとか。で、しっかり根元にあげる。花にね、水かけるとね、あんま良くないもんね。そう、こうやって根元にあげる。ねえ。気持ちいいね。こう水やり楽しいよね。この感じわかるでしょ？皆さん。このやってる時の、かー気持ちよかーっていうこの花の声。聞こえてくるよね。ちょっとね、このストックちゃん。これね、切り戻した動画があるのよ。ちょっと編集してないけど、ちょっとあげようかな、今度ね。この前1週間ぐらい休んだけど、その前に撮った動画だから、ちょっと前のね、喋りになるけど、ちょっと編集して出そうかと思っております。ね。しっかり、もうしっかり乾いてたから、何往復かしてね、あげないと、培養土って意外とね、染み込んでない時があるのよね。そう、だから、しっかり、何往復もしてから、吸わせてあげる。で、今日から、もうずっと晴れ？で、気温もね、もうガンガン上がってきそうな予感なのに、明日、明後日晴れで、朝の放射冷却で1度とかなってたけど、昼間はね、結構もう春に近いんよね。もう今日もあったかいもん。すごいあったかい。少しずつ楽しい春が近づいてきてるなという感じですよ。さあ、ここの子たちはだいたい喉がね、潤ったところかな。ラックスちゃん上げていくよ、今度は。ラックスちゃんコーナー来ました。もりもりよ。ねえ。もりもりもり。ちょっと水切れさせすぎたね。さすがに。ちょっとね、ほんと、水やりする余裕がなくてね。でもちゃんと水吸ったら、シャーンとなるから、大丈夫よ、ラックスちゃん。これからの季節は、本当にね、ラックス成長するから、水切れ起こすのよ。うん。で、ペターってなるから、本当大変。可愛いけどね。可愛いけど大変な季節になるから。もうちょっと暖かくなってくるとね、油断しちゃダメですよ。ね。たっぷりあげていく。もうたっぷりぷりと。たっぷりあげていくよ。見えてるかな？ね。こんな感じで、もう、わさわさ生えてるから、たっぷりあります。もう、喉カラッ
からでしたからね。で、つとむで買ったね、ミノアンがつぼみでできたのよ。ちょっと恋場見てほしかったよね。ミノアンがつぼみでできた。ミノアン。いいね。いやー、だいぶ喉乾いとったな、この子たち。しっかりね、巣は銭湯で。ね、うちのラックス、ここ密集しとるけん。間にね、こう入れてちゃんとあげんと、鉢ごとにね、水吸ってない時あるから、これ要注意ね。密集させすぎたら、例えばこれをシャーってあげてもね、上の方にばっかり水当たってね、下の根元に行かない時があるから、しっかり根元株見てからあげんといかんね。にしてもよう育っとるね。うちのラックスちゃんたち。ほんともう見えんもん。根元が。ちょっとこれほんと場所場どうにかせないかんよね。焦げんいっぱいなってる。まあ嬉しい悲鳴というか。ねえ、そんな感じですよ。たっぷりたっぷりあげようね。やっぱね、メリハリが大事。メリハリが。すごい大事。かき分けないかん、ね。だからこういう時に、こういう長いノズルがあるといいっちゃん。これね、すごいよ。こうやって調整できるから。いっぱい出したい時って弱いと。これすごい。もう買った方がいい。上路でやりよったら、もうね、ダメ。これ絶対買った方がいいよ。おすすめです。どんちゃんおすすめ。まあね、園芸してる人は、もうこれ常識であると思うんだけど、この長いノズルね。で、もっとなんか金色のふわーって出るやつあるでしょ、プロが使ってるような。あれは、ちょっとうちにないからね。でもあれはね、多分流量調整ができんじゃん。これできる。すごい。で、そんなに高くなかったと思う。いやー、すごいことなっとるな、ほんと。葉っぱが。だからこんな密集して植えてると、揚げ忘れがね、怖いのよ。こう、揚げてるつもりになってて、揚げれてない子が いましたみたいな。それだけはちょっと避けないかんね。わあ、私も喉乾いてるんだけどな、どんちゃんとか。やっぱね、そげになったらいかんけん。しっかりたっぷりあげない。こっちの子たちが少し水切れになっとる子たちですよ。ラックスは水切れがね、わかりやすいから育てやすいよね。あからさまにタラーってしてくるけんね。かわいいしね。好き、もうほんと。ラックスがなかったらね、ドンチャンネル続いてないと思う。ラックスによってね、皆さんが集まってくれたって言っても過言ではないけんね。大きい鉢にはたっぷり。もう下からね、溢れ出るまであげないかん。一回あげたぐらいじゃね、染み込んでないから、芯の芯までね。何往復もして、染み込ませてからあげないかんね。ビオラもカラカラになってる。ごめんね。ちょっと油断するとこうなっちゃうの、うちね。日当たり良くて、風通しもいいから。だからこれが夏になるとね、間に合わんたい。本当に。全然間に合わんのよ。だから夏はね、園芸が難しくなってくるっちゃうね。今の季節がベストなのよね。一通り、あげれたんではないでしょうか。で、最後ちょっと葉水代わりにね、少し、まあ、ちょっと葉っぱを洗ってあげるイメージで、かけてあげるといいかもね。花にはかけなくて葉っぱにかけてあげる。ホコリとかこう上についてるとね、光合成の阻害に、なると僕は思ってるから。ただこうやってたまにはね、葉水をしてあげた方が、まあ害虫予防とかにもなるんじゃないかな。よし。はい。というところで、一丁上がりです。はい、いかがでしたでしょうかね。今日はね、新しい企画、どんちゃんの水やりルーティーンをお届けいたしました。ラックスちゃんも下手ってなってるし、みんな下手ってなってた。でもね、これ水捨てシャキッとしてくる姿見るのが楽しいよね。もうね、癒されるほんと。でもドンチャンネルね、ノウハウプロじゃないから僕もね、ノウハウは知ってることしか言えないけれども、こうやってね、植物をただただ愛する
男として動画を提供できるので、ぜひね、皆さんもう一緒に植物愛したいよという方はチャンネル登録、そしてグッドボタン押してください。最初見た通りね、どんどんトークというライブ配信を極力毎日やっておるので、いろんな話してます。植物から看護病気、人生相談までいろんなところをだいたい1時間ぐらい喋ってますので、そちらもチェックしてくださいね。いやー、気持ちいいというところで、ドンチャンネル他にもたくさん動画上げてますので、ぜひ他の動画も見てみてください。それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。